曲名を言わなくちゃ、吉田拓郎の親父の歌、うん、全てだなんて言いませんよ。僕一人でやったことだってたくさんありましたよ。一つだけ言ってみたいのは、親父が人をここ字ちっちゃくって読めねえんだよ。親父が人を疑うことをね、教えてくれ。次はどうしようかな。じゃあこれ、親父が人を疑うことを、ここのこの中断は何度もありそうだな。全てだなんて言いませんよ。僕一人でやったことだってたくさんありましたよ。一つだけ言ってみたいのは、親父が人を疑うこと、教えてくれたこと。親父は悲しいくらいに強い人でしたよ。親父が全てだなんて言いませんよ。僕一人でやったことだってたくさんありましたよ。一つだけ言ってみたいのは、親父が人を裏切ること教えてくれたこと。親父は泣きたいくらいにひどい人でしたよ。全てだなんて言いませんよ。僕一人でやったことだってたくさんありましたよ。一つだけ言ってみたいのは、親父が人を愛すること教えてくれたこと。親父は惨めなくらいに一人ぼっちでしたよ。全てだなんて言いませんよ。僕一人でやったことだってたくさんありましたよ。一つだけ言ってみたいのは、親父が生きるということを教えてくれたこと。親父はやるせないくらいに精一杯でしたよ。全てだなんて言いませんよ。誰だって一人でできることぐらいありますよね。一つだけ言ってみたいのは、親父がいつもの口癖通りに生き
抜いてみせたことを親父は誰にも見られずに死んで行きましたよ。親父が全てだなんて言いませんよ。だけど親父もやっぱり人間でしたよ。死んでやっと僕の胸を熱くさせましたよ。死んでやっと僕の胸を熱くさせてくれましたよ。歌詞がちょっと死んでやっと僕の胸をっていうところが読めなかったな長い歌はこれだから困るよな。これはなんだっけな、あの旅の宿の B 面に入ってたんだよね。シングルレコード買ったんだけど、いい歌だよな。なかなかあのいい歌なんだけど、あのちょっと暗めな歌っていうのはね、あんまりヒットしないんだよね。あの明日に向かって走れっていう歌は大好きなんだけど、四角恵子と離婚した時の思いを、まあ自分を鼓舞するような歌を作って、曲も詞もすごくいいんだけど、離婚直後にそれが出なくて、直後に出た歌は隣の町のお嬢さんっていうどうでもいいような歌で、なんでそのメッセージソングを歌うフォークシンガーが、だから多分ね、その時にその明日に向かって走れは、まあ、用意してたと思うんだけど、その離婚のことで作った歌を。でも前々から予定している曲が隣の町のお嬢さんだったんだと思うんだよ。だから離婚後、なんでこの離婚後のそのタイミングで隣の町のあんなのんきな歌出すんだろうなって、あれと思って、ちょっと間空いて、その後に明日に向かって走れが出てきた。あ、これだよなって。でもその隣の町のお嬢さんがなぜか売り上げの枚数見るとヒットしてるんだよな。だからなんだろうな、あの体験派の人、メッセージソングを歌う人っていうのは、まあ固定ファンからすると心情をそのまま歌ってる歌のが、あ、これだよなって、気持ちよく歌ってるなって思うんだけど、一般受けするのは割と明るいどうでもいい歌のがヒットするんだ。だからこの B 面の親父の歌は、あの拓郎が死んでしまった親父のことを、父親のことを歌ってるすごくいいメッセージソングなんだけど、これを A 面に持ってこずに、これは B 面で、 A 面は旅の宿それはそうだろうな。だから濃い歌、すごく心情がよく出てるような名曲みたいなものは必ずヒットするわけじゃなくて、一般大衆に受けるのは結婚しようよ、旅の宿、隣の町のお嬢さん、そういうなんていうんだろう、流行歌的な明るい歌の方が売れるんだなと。明日に向かって走れとか、あの離婚する妻に、元妻に叩きつけるような歌とか、親父のレクイエム、鎮魂歌、そういうのが本当は名曲なんだけど、名曲イコール売れるとは限らないんで、だから拓郎は頭がいいっていうか吉田拓郎の話をしたのつい長話になっちゃう。では旅の宿を歌おうかな、旅の宿もいいけど、あ、
ハーモニカが吹ける曲を昨日とまあ同じような曲やるんだけど「青い夏」日傘ゆらゆらすらりと伸びた長い足、青い夏が駆けてゆく。僕は昼寝を口実に、泳げないの幸いに、女の子ってやっぱりいいな。裸の子ジャブジャブ、おちんちんさえ可愛くて、青い夏がはしゃいでる。君は夏みかん剥きながら、早く子供が欲しいな、わざと言ってため息一つ、裏盆へチラチラ灯籠流し水明かり、青い夏に祈りあり。いつか滅びるこの海が肌をじりじり壊すので、今夜きっと寝つかれぬでしょう。日々が朽ちてゆく、青い夏に寂しさあり。僕は平凡な愛妻家、もう何も考えまい、愛することの煩わしささえ。スマホをこの位置に縦に立てて、この横山ショーの看板を背にっていうか、よくこちらに今も見てるんだけど、 iPad をこの撮ってる iPad の歌詞をこちらに置いて、そこを見ながらこう横位置で縦で撮ってるんだけど、スマホは音をよく拾うのでこのくらい離れてても十分音拾ってくれるんだけど、iPad でそのこういう感じのアングルを撮りたいと思うと、こう横位置で、ツイキャスで上かけちゃうんだけどかけた方がいいという説もあるんだけど、まあ後ろのこの看板とかキラキラをどうしても入れたかった。あと昨日撮ってこっち iPad に近づくと声拾うので、あのいいんだけど、ボリューム的には。そうすると近づいちゃうとね、昨日あの撮ったの見たら、ここら辺が全然右手がどう弾いてるかが映ってないんだよね。正面から向いちゃうから、こうずれあんまりずれるとこんなに左手が映らない。両方左手が何を押さえて右手がどう弾いてるかを映るためには、このちょっと奥行きのこのポーズでやるといいんだと。そうすると iPad から自然に口が離れちゃうので、あんまり音拾いにくいんだけど、まあちょっとさっきテストしたら、 この黒いやつ、エレキのアンプ、こっから出る音と口から出る声が、まあここの iPad で、まあ、そこそこ拾ったかなっていうのをテストしたんで、まあこれでいいやとでここで古い iPad を見ながら歌詞を見てると、でこれでうまい具合に音がまあなんとか
聞ける感じで撮れてたら、これからこの感じの、ツイキャスをダラダラとやっていこうかなと。まあ、せっかくあのハーモニカをまた出したんで、ハーモニカが合うような曲を、昨日と同じ曲を、これがまたね、歌詞がちっちゃいちっちゃい、いつもこんなことばっかり、ちっちゃい文字で書いてある歌詞が読めないんだよ。愚かなる独り言、もう違います。丘を登って下界を見ると小さな世界がそこにある。人はあくせくどこへ行く。人は疲れた足取りで、しかも人は目をつぶり、急いでいて、しかも人は急いでいた。丘を登って下界を見ると、小さな世界がそこにある。人は彼らの、人は命の絶えるまで、人は短い人生よ、しかも人は急いでいた。
ステージ友達というタイトルの、なんだっけな、あれはエレックだったっけマイナーレベルのエレックレコードのライブ版ジャンジャンかなんかでやってたやつ、ライブの実況録音版、あのこの実況録音版って言うんだよねライブレコーディングのこと。でもあのエレックから青春の歌という赤いジャケットのアルバムが出て、タクローンステージ1、2とか出て、人間なんても出てんだよね。で、人間なんての中に、それもエレックなんだよ、人間なんての中に結婚しようよも入ってたんだよ。そしてどうしてこんなに悲しいんだろうとか、結構まあ拓郎の曲の中で有名な曲、人間なんてどうしてこんなに悲しいんだろう、結婚しようよ、それが マイナーレコード会社のエレック時代に出してるんだよ。でそこで結婚しようよヒットしたもんだからCBS ソニーが目をつけて、うちへいらっしゃいと、大会社の CBS ソニー拓郎が移籍すると、課長待遇かなんか書いてあったかな、まあ課長立てデスク座ってるわけじゃないけど、その特別待遇でヒット曲を出したフォークシンガー拓郎が、そんなちっちゃいエレックなんて会社にいちゃもったいないよと、CBS うちいらっしゃいと言って、で元気でそう出してバーッと打ったと、こう階段を上がっていったんだけど、その上がっていく、要するにあのままイメージの歌とかマーク2で、うーん、エレックにいたまんまだったら夏休み青春の歌あそこで終わってた拓郎が、結婚しようでヒットしたんで CBS に引き抜かれて、旅の宿元気ですと言って、そこから続々といろんなこう、まあ、会社が大きいとあちこちにテーマをするし、バックバンドもいいのをつける、スタジオもいいのを用意してくれたっていうか、まあ、どっかで書いてあったな、エレック時代と CBS ソニーに行ってからと、もうスタジオのこうバックバンドの人たちが全然違うみたいな、ものすごいレベルの高いミュージシャンを揃えてくれるんで、やっぱりでっかい会社行っていくとそれができるんだよね。拓郎のその音楽性がどんどん広がるから、やっぱりなんだろう、作詞作曲して歌うっていうのは本人なんだけど、それが活かせる舞台、まあプロレス団体でもそうだけど、マイナー団体にいるより、まあやっぱりメジャーの新日、まあ次ノアとかそういうくらいのところに行った方が、できればもっと新日では満足できなくなっちゃったら WWE に行く中村慎介みたいに、やっぱりよりいいステージに行けば本人のあれがもっと出せる舞台があるんだよね。だから大体の人はフォークシンガーってヒット曲出せないからあのライブを日本津々浦々回って、食っていくという感じなんだけど、拓郎はその点ヒット曲出せたから大会社に引き抜いてもらってよかったなと。また話がなくなる何分かな、あ、24分か、一旦切ろうかな、でトイレ休憩挟んでまた次やると。このスタイルで後でちょっと音を試して、うまく撮れてたらこれでいこうかな。